常時私は料理をしなければならない。君は特別な何かに気づいている。そしてそれの一歩でありたいと思います。小さくて静かな一歩でありたいと思います。ヘンリック、何かを何度もする必要があるのか、たった1ワードのシーンを見るべきか。もし干渉しようとすれば、これははるかに単純な問題となります。あなたの気を殺します。あなたの息子を殺します。あなたの誘い娘を殺します。危険なのは俺ではない、コウよ。あ、俺こそが危険だ。男がドアを開けてよたれる、それを俺のことだと思うのか。違う、俺は野尽くする覚なのだ。君は事件ボタンだ。トックトックトッキングしている。そして爆発の時に立ち会うつもりはない。これは日本だ、クソ野郎。